はい、ということで皆さんこんにちは、総合主です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではスニーカーやファッションにまつわるレビューや店頭抽選の様子を中心に、バンドの音楽活動、食や旅といった幅広いカテゴリーの動画をお届けしております。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日の動画はですね、もう最近では一番過酷な動画になるんじゃないかなというようなですね、予感がしているわけなんでございますけれども、今日も頑張ってスニーカーを狙っていこうというですね、動画なんでございますが、今日狙うスニーカーはですね、2足ございます。そしてオンラインと現場ということで、しかも現場はですね、もう始発で今日は久々にチャレンジしに行こうかなというですね、予定なんでございますけれども、メーカーもそれぞれ違うのでぜひ最後まで楽しんでいってください。で、今日狙うスニーカー、まあ2足あるわけなんでございますけど、1足目はですね、ニューバランスでございますね。しかもね、おそらく日本発売がないんじゃないかなというモデルでございまして、こちらはですね、990V3 のですね、 YCMC というですね、これスニーカーブティックなのかな、スニーカーセレクトショップのですね、まあ、別注がですねリリースと、これ色がね、まあ美しいんですよ。基本はね、ホワイトとグレーがですねベースなんですけど、いわゆる992のニンバスクラウド的なグレーもかなり白っぽいグレーっぽくて、なんかこれが非常にそそられてしまいました。俺最初ね、テディテイヤーの柄なのかなと思ったら、 YCMC というですねショップ別注ということで、もうこれは狙うしかないよねということで、こいつはですねオンラインで、日付で言うとですね8月の25日木曜日の、夜23時から、チャレンジするということでですね、まあ前日になったわけなんですけど、ね、で、こいつオンラインでチャレンジしてから2足目は翌日でございます。こちらはですね、あのジョウンドとアシックスのコラボによるですね、ゲルカヤの14ということで、もうこれもかなり話題になってるコラボレーションなんですけれども、ジョウンドで言うとね、僕この間リーボクの NPC2 買いましたけれども、まあジョウンドってね、ほんと最近のこのコラボの中でもかなり異色で、かなりミニマムな世界で、だけどこれってジョウンドだよねってわかるような、もうスーパー研ぎ澄まされたのブランドで、もうほんとね、なんてことないんですよ今回のも。これ普通に見たらまあ運動靴じゃんみたいな感じのフォルムなんですけれども、ところどころセールカラーが入ってたりだとか、あとホワイトとシルバーのバランスとか、ここら辺がね、もうほんと計算し尽くされてるというか、もう引き算の究極系みたいな感じのコラボレーションなんですけれども、まあこいつはですね、どう狙おうかということをですね、非常に迷ってる次第でございまして、で、いろいろちょっと僕もね、情報収集をしましてですね、販路はいろいろ広いんですけれども、大方オンライン抽選かオンライン販売のみです。実店舗はですね、僕が調べたところも2店舗だけでした。しかもね、それも確実なリリース情報じゃないので行ってみなきゃわかんないんですけど、一応ですね、1店舗目はキスがあるんじゃないかなと踏んでるんですよ。というのも、ジョンドと、まあ、リーボックのあの NPC2 も突然発売されたので、一応事前抽選はなかったので、まあキスは発売があるんじゃないかなと踏んでまして、でもアナウンスないってことはもう完全先着なんですよ、キスは。で、まあこのジョンドのコラボにどれぐらいのセンサーを張ってる人が何人いるかにもよるんですけれども、始発で行って間に合わない可能性もありまして、ちょっとこれはね、どうしようかなと。で、もう一つ並ぶところを用意しておりましてですね、それはドーバーストリートマーケット銀座と。で、こちらはですね、おそらく店頭は抽選になるんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、まあルートとしては、とりあえず始発でキスを見に行って、ほんでね、もうね、5人以上、いや、3人以上並んでたら、かなり多分数も少ないので、望みが薄いということもあって、ドーバーストリートマーケット銀座に移動しようかなと思ってます。で、この並びに関しては、並びの音も今日一緒に並ぶね、モサがいるので、まあその人と合流しつつ動画撮っていこうかなというふうに思っておりますので、ぜひ楽しみにしててください。その後ちょっとね、用事で箱根に行ったりとかしなきゃいけない一日なんですが、ちょっとどこまで Vlog が入ってるかわかりませんけれども、ぜひ今日のドタバタ Vlog も最後まで楽しんでてください。それではまずはですね、 YCMC の別注 990V3 をオンラインで狙うところからスタートです。さあ、ということで今日は二刀流でございます。はい、一応携帯とですねパソコンということで、二刀流でチャレンジしていくんですが、いやーどうだろうなー。
変えてほしいんだけど、これちょっと美しすぎるんでね、なんとも言えないんですけど、まあちょっとなんとかなんとかなんとか手に入れたいですね。で、シューレースもね、これ4本ついてるっぽいんだよな、3本か4本ついてるんで、いやーこの左上のこのグレーの感じ最高だよなー。ということで、もうすぐ来ますよ、さくるよ、あ、いた、更新出てこない、出てこない、出てこないぞ、全然出てきません。更新をしてるけどどっちも出てこない。さあどっちが先に出てくる、パソコン、 iPhone、 どっちでしょう。出てこないぞ、来た。とりあえず今 iPhone で行こうか。 iPhone 集中して 10.5 でアドトゥーカート、くる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 なってる間にちょっとこいつを消して、はいはいはい、はい、10.5 で Apple Pay にするか。あーダメだ、あー Apple Pay ちょっと、あーできた、あーちょ携帯入った iPhone できた。 iPhone ちょっと集中しよう。 I am human 990でしょこれ、はい990です、900+90 ね、990。なんじゃこれ、何よこれ、プリーズドロアボックスアラウンド、キャットの周りを四角で囲め、うまくできない、これでいいでしょ。なんでダメなのよ、こうかこうか、なんだよこれ、こうしてどう、働きすぎだろこれ、来た、あ3ミート、オッケー、3ミート、さあどうでしょう、来た、ペイパル、一応パソコンもアドトゥーカートしといて、さあどうなる、ログイン、あー出たー、米国内だけか、やばい、やっちゃった、米国内はまずい、ちょっと待って、パソコンで打って、んでベリファイで四角囲むんだろ、これ四角く囲んで、はい、来た、あ、うこれでどうだ、どう、お、来た、サブミットで、あー並んで、はい、いたちょっと待って、 US の入れよう、とりあえず入れよう、 US の受賞、いけ、あー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 、完全にやらかした、つかこんな早いのアウトオブストック、マジで舐めてた、10分ぐらいいけるかと思った、はいや、めっちゃ人気やん YCMC、 しょうがないな、もうこれに関してはちょっとさっきからね更新はしてるんですけど、ずーっとソールドアウトっすね、ダメだ、マジでめっちゃ惜しかったのに。ということで、まあオンラインチャレンジにしては深夜のチャレンジございましたが、見事失敗ということで、よしもう早く寝なきゃ、次は始発のジョーンダー6が待ってるんで、とりあえずもうこのことは忘れてゆっくり寝て明日に備えたいと思います。はぁ、さあということで皆さんおはようございますということで、真っ暗な翌日でございますけれども、現在朝の4時10分ぐらいかな、ちょっと久々にこんな土早朝に並びに行くということでワクワクもしちゃってるわけなんですけれども、これからジョーンドダーシックスのコラボレーションによるゲルカイの14をですね狙いに、まずはですねキス東京の方にですね様子を見に行こうかなと思うんですが、もうキス東京に関してはもう完全に憶測なので、そもそも並んで入って実は発売ありませんでしたみたいなことも全然あり得るなというふうに思ってるので、まあいかんせんちょっとねこればっかりは賭けになりがちなんですね。ドーバーステートマーケット銀座はですね電話で確認して発売があることがですね確定してるので、まあそういったちょっと発売の有無の信用度的なところもですね加味しながら今日は並ぶとこ決めていこうかなというふうに思ってます。それではまずはとりあえず電車で渋谷の方行きましょう。さあということでですね、薄明かりの渋谷に着いたわけなんでございますけれども、
これからちょっとキス東京の方に様子を見に行こうかなというふうに思ってますが、どうなんでしょう。まず取り扱いがねあるかどうかも賭けみたいなところがあるので、誰もいなかったら誰もいなかったでね、ちょっと不安だなという要素もありますし、まあ、そっちにかけるロマンもありつつみたいなところなんですけど、だんだんねキス東京が見えてきたんですけど、どうだろうな、並んでるか、こんな早く並び行くのおかしいのかな、熱量としてちょっと俺も分かってないんですけど、ほんと分かんないんですよ。ジョンドってねニューバランスのコラボレーションだとかなりハイプな側面というか、そういったのが取り沙汰されているようなコラボレーションなんですけど、今回のアシックスコラボがねどんなもんなのかっていうのがいかんせんちょっと分かんないんで、念のため気合い入れてきましたけど、あれどうでしょうこれ。はい、ドンということで見てください、並びがない、取り扱いないのか、どうだろう、どうなんだどうなんだ。ということで今こちらキス東京の方にですね並びに来たんですけど、誰もいないですね。今5時半ぐらいなんですけど、これむずいな、これほんとむずい、どうしよう。正直ね今ねウィンドウ見たんですけど暗くて、取り扱いがあるかはねちょっとね現状わからないんですよね。これなどうしよう、確定じゃないんですけど、もしこれいろいろちょっと仮定の話ですよ、仮定の話をすると、もしねキス東京で取り扱いがあって今日発売なら絶対買えるんですよ僕が。なんですけどこれ取り扱いなかった時はもうちょっとね取り返しがつかないというか、多分ドーバーストリートマーケット銀座も抽選もいつ行われるか分かんないって昨日電話してたんですよ。だから一応11時オープンなんですけど9時とかに抽選行われる可能性もあるし、だからもうほんと今決めなきゃいけないな。俺の予想だいたい最近外れてるからな、これちょっとね難しいわ、どうしよう。確実にあるのはドーバーストリートマーケット銀座だけど、多分抽選だから買えるか分かんない。逆にキス東京取り扱いあるか分からない、だけどあったら確実に買える。これむずいな、いやーどうしよう。これはねちょっとまあ今日一緒に並ぶ人がもうすぐ来るんで、その彼と相談しよっかな。これちょっと一人じゃ決めらんねえな。いやでも絶対欲しいからな、もう YCMC の V3 惨敗してるんで、その分の悔しさが乗っててより間違えらんねえな。もう全部がちょっとどうしようって感じですね。しばらく考えて相棒と合流してから考えたいと思います。さあということで皆様、今日のですね並びの相棒がやってきましたけれども、こちらです。どうも皆さん、おはようございます。タケスカイウォーカーです。スターウォーズぶりの、いやー眠いっすね。いやでもちょっと不安がありすぎて、不安要素はありますよね。なんせやっぱもう店舗がね、はい、あの僕が調べた限りですよ、もしかしたら他はあるかもしれないんですけど、まあ店頭があるのはもうドーバーとキスもね、正直言ってねない可能性もかなりあるんですよ。あーでもなんか正式にアナウンス出てないですもんね。出てないです、出さないですキスって。あーそうなんだ、その店頭で出しますよは出さない。そう、抽選はやります。そう、はいはい、だからあの一応確認した範囲ではそのジョーンドアシックスの事前抽選はされてないっぽいんですよ。そう、それはなかった。で一応そのキスのアプリの方で本国の抽選をやってるんですが、取り扱いは多分あるんですよ。なるほどなるほど。でどうなるかと、じゃあちょっとでも店舗に流しておいてくれたらあるかなっていう。でも俺昨日ドーバースイートマーケットに電話して、はいはい、明日抽選ですか先着ですかみたいなことを聞いた時に、あのもうご存知だと思うんですけどクソ数少ないですって言われたんですよ。だから販路広いように見えて多分ここは超少ないんじゃないかなと。最悪各一確認。そうドーバーってまあ言うても割とこういつも割と数あるじゃないですか。はいはい、そうですね。そのドーバーの人が相当弱気だったんで、だからこれ今この状況じゃないですか、はい、まあちょっとキスがあるかどうか分かんないから多分並んでる人が少ないんですけど、この状況だとドーバーも少ないとするとドーバーもひょっとしたら先着になる可能性もあるじゃないですか。ありますね。とかどれが一番後悔しないかっすね。そうっすね。俺結構変えて後悔するんですよ。なんかあここ余裕だなと思って後で来ようと思ったらもう20に並んでるとか、結構ニューバランスとかでもあって。タケさんどうすか。いや一応抽選になるかもみたいな、ドーバーの人の入りによっては。そう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 ってなった場合ちょっと
とぬか喜びになるかもしれないじゃないですか。僕らちょっと早めにつけたとしても。そうなのよ。それが一番気持ちのアップダウンで言ったら、あ確かに確かに、それでここであ、とりあえずかねえですよって言ったら、あ、しょうがねえなーってなるけど、確かに抽選でダメでしたわ、超へこんで、僕今日午後から仕事なんですけど、ただ休んじゃうからちょっとダメかなっていう。でも根性で並んで、あ、今日ないっすよって言ったら、うっすって帰るんだけど、こっちが勝手に並んだだけだからっていう。そうそうそうなるんですけどね。そっちなんだよな。だ結局行って、なんか7番とか当ててサイズないです、で蓋開けたらキス取り扱いありましたとかだと、一番後悔が残るんですよね。引きずる引きずる。だからまあちょっとじゃあ今日はここかけますか。そうですね、もうドストレート150キロ直球勝負並ぶって感じでね。え、はい、近くだったらドーバーも見てとかいろいろできるんですけど、遠いから銀座と渋谷はねちょっとね、はい、銀座線で繋がってるとはいえ、はい、まあちょっとじゃあ今日はここで6時間、ここ5時間、5時間か。そうっすね、そうっすね。5時間並びをちょっと観光してみますか。かましてやりましょう。はい、ということでじゃあ2人の相談の結果山張ってキスに並ぶの巻き山張りですね。久しぶりじゃないですか、この山張り感。そうっすね、いい、ワクワクする。なくてもまあ諦められるし、うんうん、これであったらもう超絶喜んじゃいますけど。確かに、もうミスターアシックスの竹さんが言うなら俺もそれに同じ船に乗ろうかなと。あれ俺が船乗ってる気持ちだったけど逆になって、逆になってもうちょっと明るくなってきたらね、ウィンドウ見えるかなと思うんですけど、はいはい、並んでたらもうそこで。そう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 、なんでちょっと逐一チェックしながら待ってたいと思います。さあ電気がつきましたが、アシックスがあると思われる箇所にはまだ確認ができませんね、ジョウンドアシックス。まあここに並ばない可能性もね全然あるんで、もうちょっと待ってみなきゃなって感じなんですけど、はい、今9時になりましたがまだ誰も並びに来ない。これひょっとして外れか、これは怖いな。ということで、おー、すごいですね、今日は。これはすごいですね。あれから5時間ぐらい、はい、10時ですか、今、はい、経ちまして、スタッフさんがいらっしゃいまして、ジョウンド未定ですと。はい多分発売はあるんだろうけど、まあ一応朝一での販売的なものはないですよってアナウンスがありまして、まあ、それぐらい多分数が少ないということなのか、まあ、そこら辺ちょっと僕も分かりませんが、とりあえず朝の発売はないらしいというですね。優しいっすね、教えてくれる。まあまあ確かに、まあ、11時まで待たなくてよかったって話ですけどいや外しちゃいましたな。いやまあでもここで俺たちは山張って、本当に山張ってるってとこだったんでね。そうそう、ギャンブルでしたからね。負けはギャンブルには負けだと。いやちょっとこれはどうしよっかなってとこなんですけど、ちょっとここから2人は運命の分かれ道というか、それぞれの戦場へ、ちょっとそれぞれの戦場に行こうっていう話になりまして、はい、まあ、ちょっと後で詳しくお話しますけど、僕はちょっと違うとこに行って、タケさんはですねこれからちょっとドーバーを、ドーバーストリートに見てこようかな。できて一応ね、あの名目上は一般があるという、うん、らしいので、まあちょっとどういう状況か、そっちで頑張ってみて、頑張ってみようかなと。じゃあそのレポを送っていただき、もちろんです、もちろんです、動画に載せようかなと思います。僕の行き先はちょっと楽しみにしてください。楽しみにしてください。いやー痺れましたね。いやなんかでもゾクゾクしましたねなんか普通に楽しかった。あ、まあそう、今この結果を聞いても楽しめる2人でよかったそうそう、はいってなってなくて、 あと、はい、他に被害者がほぼいなかった。そうそうそう、それは非常に良かったですね。山張りすぎて誰もねアホ2人で良かったっていう話でございますけれども、そうですね、じゃあちょっとまだまだ戦いは続きます。はい、ということで私は、ドーバーストリートマーケット銀座にですね、向かうために浅岡さんとは一旦銀座線で分かれまして向かっております。11時オープンで一応ね名目上は先着販売みたいなのがあるということなので期待したいとこですけどね。言うても10時半過ぎてますからめっちゃ人いたら多分もう超絶望的でしょうね。早速ちょっと行ってみます。さあもうすぐ着きそうですけど人いる？いない？あ、いるか、おっか。さあどうなんでしょうか。秘宝です。あの僕行った時並んでて2人とかだったので、あ、よかったと思ったら、なんとですね朝8時ぐらいかなに
事前に抽選をされて番号をもらった方だけが並べるということで、番号を、ね、持ってたおばちゃんが来てくれて番号を見せてくれたんですよね。なんでそこで並んでて、番号を持ってない僕含め並んでる人が 4,5 人いたんですけど、あ、そういうことかということで今解散をしていきました。残念ですね、まあ、こればっかりはしょうがない。なんで、まあ、朝岡さんがねちょっと頑張ってくれてると思うんで、僕はそこの報告を待ちながら、急いで。それでは佐賀さんにバトンを渡します。さあ、ということで竹さんとは別れてですね、私は現在こちら上野の方にやってまいりましてですね、私なんとまさかの三田スニーカーズさんで当選というメールが飛び込んできまして、もうねひっくり返りましたよ、2人でマジでみたいな。一番当たらないだろうと思ってたあの三田さんでまさかの当選ということで、もうほんともうおっかなびっくり、おったまげという感じだったんですけど、ちょっと僕ね三田さんでの当選が初めてなもんで、ちょっと今からね受け取りに行こうかなっていう話なんですけれども、いいですねこの市場感、アメ横いつ来ても楽しいですけれども、今日は海鮮ではなくスニーカーということで、ちょっと三田さん行きましょう。はい、ドンということで、こちら三田スニーカーさん来ましたね、取っていきたいと思います。はい、引き取りは2階ということなので、エスカレーター上がってこちらですね、待望の我が子を引き取りに行っていきたいと思います。楽しみ。なんと中にはねテディディレクションのね、この間のネイビーのやつがありますけど、あれもこれキスのスティールフルーンそっくりですよね。この2つです。かっこいいな、 V2 欲しいな。さあ、ということで超長旅を終えてお家に帰ってきまして、今回のハチャメチャ旅いかがでしたでしょうか。もう竹さんとはね、もうここでダメだったらしょうがないですねという感じでですね、キスに並んでってですね、まあ入荷がまだなのか、まあちょっとそこら辺の詳細はね僕もお店の人じゃないんでわかんないんですけど、多分ね発売自体はあるんですけど、ちょっと朝一の販売はないですと。まあたまにあるんですよねキスね、夕方から新作出たりとか、なんかそこら辺はお店のねレギュレーションを僕は知らないので、今日はそういう日だったかということでですね、まあ残念に思ったわけなんですが、僕はですね、はい、ドンということで、キャーショウンダーシックスのスペシャルボックスに入ったドンということで、こちらのゲルカヤの14ですね。見てよこれ、一見したら普通のインラインじゃないかぐらいのバランス感覚なんだけど、確かにジョウンドっていうね、このねバランス感覚と、あとこのクリームの入れ方、あとシューレースのねこのクリームカラーも非常に綺麗ですし、この銀の入れ方も最高だし、お尻にジョウンドのロゴが入ってると最高ですね。もう僕は本当に良かった。もうこれ三田さんも外れててだったらもう完全やらかし会だったんですけど、まあ、今回は三田さんが当ててくださいまして本当に良かったと。で動画にもなってると思いますが、竹さんあの後ね、ドーバー行ったんですけど、残念ながらもう8時9時ぐらいには抽選がされてて、でその当選者だけが入れると。いやーこれまた非常に、まあねちょっとドーバー行ったところで抽選番号がね何番だったか分かんなかったっていうところもあるので、まあたらればになっちゃうと思いますけれども、まあこういう駆け引きができること自体も僕と竹さんは楽しいねという感じで並ばせていただきましたので、まあ今回は大山当てることはできませんでしたが、まあもしかしたらフラッと行ったらジョウンド置いてるかもしれないんで、キスオケ皆さん行ってみてください。またね竹さんとはこういった熱い並びを共にしていきたいなというふうに思いますし、こういうぐらいがちょうどいいんじゃないですか。楽しいですよね、情報ができてて、あそこに行ってはい終わりっていうのもですね僕は好きなんですけれども、こういった発売方法が確定しないようなモデルなんかもですね非常に楽しいですし、情報が溢れすぎた現代社会でかなり貴重な経験ができるですね並びということで、これからもこういったモデルね感度高めにいろいろセンス貼っていきたいなというふうに思いますので、これからの並びも楽しみにしててください。それでは最後宣伝なんですけれども、本日昼の12時からですね僕のブランドサンプルズのゴールドチェーンがリストック中でございます。ちょっとこの動画公開されてる段階で残ってるかどうかわかんない
ないですけれども、今回もなくなり次第終了という感じでございますので、ぜひお早めにですねご注文いただければなと思ってます。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方はぜひ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next movie。 じゃあねー。All this time I'm looking at my telephone, 'cause I'm thinking of your hey, hey, Nana.